にちは、稲田和馬です。はい、本日も YouTube やっていきたいと思います。はい、では本日は路面電車の流し楽しかったというお話をしたいと思いますね。いや、実はこの放送しておりますこの日が2月12日なんですけれども、路面電車で、実は路面電車を貸し切りましてですね、流しをやったんですよ。そこで、その路面電車で伊勢と大阪の天王寺というところから浜寺公園というところまで移動して、片道40分ぐらいかな、移動しまして、そこで貸し切って、お酒飲んだりご飯食べたりっていうことをやって、その中でも呼んでいただきまして、そこで歌うっていうお話でやるとか歌いて歌うっていうことをやったんですけども、いやー楽しかったですね。すっごい面白かった。本当にありがとうございます。本当に呼んでいただきまして、そこで25名ほど、いらっしゃいまして、そこで電車も1両貸し切りましてっていう形で、で行きと帰りっていうことなので、45分ぐらいだから、往復で1時間半かな、1時間半の、電車の旅っていうことだったんですけれども、予定としては前半にまず、25名知らない方同士もありましたので、初めに自己紹介っていう形で、各々それぞれ一人一人マイクを渡していきながら、1、2分ほど紹介をしてっていうことなんですけど、1分、2分、そのぐらいかな。それで25名いるんで、もちろんそれだけでちょっと終わってしまうんじゃないかなっていう、その息だけで終わってしまうんじゃないかなっていうことだったんですけど、思いのほか早く展開が、うまく回ってっていうことで、その30分ぐらいで終わって、で、そこでその後になんか、ちょっと時間があったんで雑談っていうことで、話すっていう機会だったんですけれども、そうではなくてもありがたいことにもうちょっとギター持ってきたっていうのもあるので、ちょっと歌ってほしいということで、私のこと知っていただいてる方もいらっしゃったんで、そこで歌うっていうことが初めてですね。そこでまた歌い始めて、でまた着きましたら、またちょっと息がついたんで、次は帰りということで、またそれで歌ってっていうことで、あっという間だったんですね。本当にあっという間で、結局今日は多分20曲ぐらいしか歌わなかったかな。1番だけシリーズっていうのがやったんで、もうわーっと歌ったりとかして、何歌ったかと言いますと、まず乾杯から始まったり、あとリクエストの歩兵の歌っていうのも、その軍歌を歌ったりとかしたんですけどね、もう軍歌みんな知ってるのかなというのがあったりとか、あとは一番人気のレモンっていう歌を歌ったりとか、あとは渚のシンドバッド、勝手にシンドバッド、あと何歌ったかな、心の旅とか歌いましたですね。心の旅も歌ったりとか、何歌ったかな、結構いろいろあったんですけどね、びっくりするぐらい全然出てこないや。恋に落ちてフォーリンインラブ、恋に落ちてフォーリンラブっていう歌ったりとかしたんですけども、いろいろと歌いましてですね、20曲だと全然出てこないかという話ですけどね、そういうのが歌いましてですね、ありがとうございます。あとそれからそうなんですよ、流しっていうことで、言ったら、数ある名曲を歌うっていうお話だったんですけど、私のことをよく知っていただいてる方がいらっしゃいましたんで、カズマの歌を歌ってほしい、その前かしライブを見に行った時に、そのライブでよかったって歌を歌ってほしいっていうのがありましてですね、で私の持ち歌にベスコにロシアの歌があるんですよ。ロシアの歌、これ何かと言いますと、海外旅行を2017年に行きましてですね、初海外だったんですよ。初海外にハワイに行ったんですよ。2017年にハワイに行ったんですけども、でハワイってわすごいなということで初めて海外行きまして、その後海外実は2017年にもう一回行ったんですよ。海外でもどこに行こうって行きましたら、ロシアに行きましてですね、でハワイって曲もあるんですけども、これ新しい CD で多分今流れてるかな、今流したらいいかな、流しましょうっていうのがあるんですけれども、それ以外にロシアの歌があるんですよ。ロシアのを作りまして、で今日本って歌って日本語の歌ってもちろんあると思いますし、英語の歌も多いと思うんですよ。だけどロシア語の歌ってあんまないじゃないですか。ロシア語の歌だから、ロシア語の歌作ったら面白いんじゃないかな、そんなやつあんまいないんじゃないかなっていうことで、ロシア行きまして、ロシアの風景を描きながら作った歌がベスコニチナロイヤルノストロシア、ベスコニチナロイヤルノストロシアという歌を作りました。これ意味としては果てしなき中世ロシアという意味なんですけれどもね。だから私の歌の歌詞の3分の1はロシア語なんですけど、ドーボルネウトロドーボルネウトロスプラチーマとかいう歌があるんですけどもっていう歌を歌ったりとか、あとは仏像っていう歌を歌いましてですね、仏像作品展っていうのをやってましてですね、別に仏像に何にも興味はないんですけども、仏像はもう仏像はええなという感じでやってるんですけども、その仏像という歌を歌ったりとか、私はすごい盛り上がったっていう形で、2時間路面電車で歌ったっていうのはすごい面白かったなっていう話がありましてですね、いやーよかったですね。本当に初めてですね、床が揺れるライブをしたのは、本当になかなか足腰がどう置いたらいいかわからないっていうのがあったんですけども、でも意外と後半になってくると慣れてくるなっていうのがあったりもして、ものすごい盛り上がりましてですね、電車の
中なんで言ったらマイクがあるので、そのマイクでいろいろとお話するということで、最初はマイクをつけてやったんですけども、場所が結構離れてるんで、もう移動しながらやってて、歌詞タブレットでやってるんですけど、それをちょっと持っていただきながらっていうことがあって、もうあっちゃこっちゃ、まあ、行ったりとかしててやってたんですけど、面白かったですね。いやー、あと UFO とかやりましたですね。ピンクレディの UFO の無謀な挑戦、完全に無謀な挑戦ですね。 UFO とかやりましたっていうのがあったりとか、いやすごい楽しかったなということで、ありがとうございます、本当に呼んでいただきまして。でそれがまあ大体2時間ぐらいで終わりました。11時から、今日のだから2月12日の11時から1時に、路面電車で、やってまして、でその後に通天閣行きました。天王寺って通天閣のすぐ近くなんですよ。歩いて15分ぐらい着くんですけども、そこまで行って通天閣登って、いろいろと見たんですけれども、もう 103m は高いなっていうことで、自分の家見えるかなと思ったら全然見えなかったんですけども、もうそれはいいですよ、見えなかったんですけどね。その後降りまして、その後ちょっとカフェみたいなところでちょっと軽くまあお話をさせていただきながら、まあ、一部だから残っていただける方でお話したら、その後串カツですよ。うまかったですよ、串カツ。串カツ良かったですね。いやー美味しかった。うん、いろいろと、まあ、お話した後に4時半ぐらいになって、ちょっと1回落ち着いたんですけども、まあ1時間ぐらいちょっと1回飲みましょうかということで、串カツもあったんでそれ行こうかなということで行ったんですけど、いやーうまかったですね。いやーよかった、本当に美味しかったっていうのがあったんで、いやー串カツ食べて、ちょっとまたいろいろとお話しさせていただいて、またその時にもう皆さんありがたいことに本当に喜んでいただいたから、そのやっぱり路面電車もやっぱり1時間半って短かったみたいで、やっぱりその移動の行き来っていうのがすぐ言ったらぶつ切りじゃないですけど、なんかちょっと1回降りてっていうことが続いたんで、なかなかぶつ切りで痛かったっていうのもあったんですよ。で私はもともと326曲あるんですけども、結局20曲ぐらいしか歌えなかったんで、また流しに来ていただけるっていうお話をもらいましたので、感謝祭はまたやろうかなっていうのがあったりとかしてましてですね、まあ、そんな一日でしたね。でだからさっき帰ってきて、今この収録してる日は今夜、何時だ、19時なんですけれども、うん、いや面白かったなっていうお話をしてましてですね、いやよかったなっていう、まあ、そんな動画でございましたので、あやっぱり路面電車を借りるっていうのはいいですね。そういう風なやっぱり流しをやるっていうのはありかもしれないなっていうのがあるので、あやっぱいい経験させてもらったなっていうこともあったんで、ちょっとこの YouTube に収めてみて、お話をさせていただきました。まあそんな感じでございます。いやいやいや楽しかったです、ありがとうございました。という感じでまたいろいろとやっていきたいと思いますので、だから毎週水曜日と毎週土曜日に流しをやっています。水曜日は心斎橋、土曜日は日本橋、大阪の日本橋で毎週やってますから、だから週2回ぐらいかな。であとは、第4木曜日に福島、大阪の福島でやったりとかしてますので、ぜひぜひ遊びに来てください。まだリクエストいっぱいいただいてますんで、まあ、実は先週ぐらいから、先週だったかな、12曲リクエストじゃないんで、もうちょっとこれ頑張ろうかなということがあったりとかしてますんで、まあ、そんな感じで頑張りたいと思います。いやーまだまだ頑張りますよっていう感じで、ちょっと熱も冷めぬ YouTube でございました。それではまた。